ビーキャン岡田屋四日市店ジャスコ四日市店は、三重県四日市市諏訪栄町にあった総合スーパー。2002年に閉店した。なお、四日市市は、ジャスコの前身である、岡田屋創業の地でもある。1958年、旧店舗から一部移転する形で、近鉄四日市駅前に、岡田屋駅前店として開店する。1959年に増築。 新道店を統合し、岡田屋としても四日市市としても初の百貨店、岡田屋となる。1963年には、後に A 館となる5階建ての店舗が完成。1969年には、地下1階、地上5階の B 館が完成し、当時としては三重県下一の売り場面積となる。最盛期であった1976年2月期の売上高は、 約89億円であったが、2000年2月期には約29億円まで減少、2002年に閉店することとなった。A 館の跡地には当初ホテルやオフィスビルを建設する予定であったが頓挫し、長らくさらちのままであったが、現在は分譲マンション、プレミスと四日市駅前が、B 館の跡地にも分譲マンション、ローレルターシュロア四日市が、それぞれ建っている。 ありがとうございます。